吉田さん、ジェネレーションギャップってのはいろいろあるもんですけども、まあ、私が今50歳になろうとしてる時に幼い頃の将来の夢ね私たちの10代だった頃のもしくは10歳にならない頃の子供がね将来こんな大人になりたいなっていうふうに夢見る職業っていうのがあると思うんですけどもまあプロ野球の選手っていうのはねトップ3には入ってるんですけども エンジニアっていうのは要するに、えー、車とか飛行機とか船とか電気とかねああいったものをカチャ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 トンカチとかスパナでいじるような人じゃないかなと思いますけどもそういったエンジニアさんがあいわゆる工場勤務が近かったんでしょうね自分の家のお父さんは大体工場勤務で鉄鉱石こねたりとかね油にまみれて納期に追われて商品作ったりみたいなことをしたんでしょうね まあ、まさに高度経済成長、中小企業のまあ、従業員みたいな感じですけども、将来の夢は工場長みたいな感じだったかもしれないですね。で、それから時が流れて、あ現在、50年経って、今、Z 世代と言われている、西暦2000年以降の世代が夢見る職業ってのは、やっぱりこう、一番はね、プロ野球選手とかサッカー選手とか医師とか、こういったのが並んでいて、YouTuber ーーっての6位らしいんですよね。じゃあ、 この50年のこの将来の夢のギャップは分かったけども私たちロスジェネ世代がさらに50年昔に振り返ってみると将来の夢は何だかなっていうふうにね見ると結構面白いっていうかねまあ確かに昭和20年以前にそういうデータはないんですけどもそらく軍人と答えた人が多かったんじゃないかなと思うんですようんそれからねあのロスジェネ世代ってよく私たちは言われますけども自分でも言いますけども 本当ののロスジェネ世代ってのは私たちの親の世代なんですよ、ね、私たちの親の世代っていうのは昭和1516年から昭和2十2三3年ぐらいの間に生まれてるんですけどもつまり日本が戦時中とかね空襲がある時とかもしくは戦後物がなくて焼け野原みたいなところからスタートしてるんで電気も水道も道路も港も空港もない飛行機は作ることを禁じられ船も作ることが禁じられて。 近所には GHQ と言われる日本の占領軍がいるという感覚でね、ギブ・ミー・チョコレートスって走ってたわけですよ。就職先がないばかりか、戦災孤児もワンサといて、お父さんお母さんを失った人はもう当たり前のようにいるみたいなね。これをロスジェネと言わずして何というのかなと思うんですよ。でもそんな人たちでも50年かかって高度経済成長の日本を作ってくれたんですよね。で、その高度経済成長に生まれた私たちロスジェネ世代が、 作り出すものがあんまりなくって自称ロスでねとかって言ってるねこれ何だったんだろうかなと思いますよね、うん、なんか徹底的にものがないところでみんなでね自分の人生を投げ打って本当に子供のため家族のため社会のために身を粉にした世代だと思うんですけどね私たちは何に身を粉にしてるのかなと、うん、とりあえず生きていくことに 身をこにしてていいいくくなな時代でではないはずなのの生きていくのがやっとですとすかね、うん、ある人が言ったんですけども今日本に貧困はないって言うんですよ誰もが水道をひねれば水が飲めて公園は利用し放題で自分が手続きを踏めば生活保護という労働しなくても毎月お金がもらえる制度があるとだから貧困はないそうなんですよただ精神的に貧困っていうのはあるんですよね もっと豊かな人がいるのにななんんで俺はこううだろうもっと可愛い女の子と付き合ってる人がいないのに何で俺はこうなんだろうっていうふに誰かと比較することによって生まれる貧困です。で、えー、戦後間もない頃っていうのは比較対象がなかったんですよねなぜならみんな一緒だから。みんな一緒でスタートして差ができてくるとそこに優越感とか劣等感を感じてしまうという、ね、こういう精神的な人工的な価値観が埋め込まれて資本主義経済っていうのができていく中で。 私たちは自分で選べるものすら自分で選べないかのような錯覚に陥ってるのかなという気もするんですけどもいかがでしょうかねまあ選択肢うん残された選択肢は少ないかもしれませんけども誰もが最初は少ない選択肢からやってるというふうに思いますまあ手持ちのカードを使えっていのはまさにそういうことなんですよね最初から選択肢がたくさんあった人なんていないと選択肢を一つずつ増やしていってそしてついにたくさんの選択肢の中から さらに1つを選び続ける、まあ、そういういいことと。なななんじゃないかなとつまり選択肢が多かろうが少なかろうが選べるのはたった一つ。まあこれが最初の第一歩なんで選択肢が少ないことを嘆くまあは必要はないのかなと思いますけどね。いかがでしょうかね。いってらっしゃい。